約2ヶ月ぶりの投稿になってしまいました。今回は、ハリアーです。そんなに大規模なキットじゃなさそうなのに、随分時間が空いたね。本業の方が忙しかったというのが言い訳です。ただの言い訳だな。はい、すいません。早速キットの中身を見ていきますが、パッと見た感じ、それほど複雑でも、大規模でもない印象です。どっちかというとジェット機にしては小柄だね。ただ、垂直離着陸機なので、普通のジェットとは違う構造が目につきます。いつもとは違う作り方が要求されるかもね。そして、こちらがデカールです。見た目的には、問題なさそうだ。特に劣化した様子も見られませんね。ボリュームもほどほどだね。さて、早速作成していきましょう。関連する部品はこれだけです。そんなに多くはないね。コックピット周りがシンプルだからと言えますが、エンジン内のシャフトは少々厄介かもしれません。ヒトロク式機動戦闘車にも同じような機構があったな。プラスチックでは、やや強度が足りない印象でした。ともあれ、心配だけしていても仕方ないので、蓋を閉めてしまいましょう。臭いものには蓋か。そうは言ってません。合わせ目を消したら塗装です。大部分見えなくなってしまう場所だけどね。特に、後ろの国鉄色側は、どうしたって目に触れなくなってしまいます。まあ仕方ないね。エンジンのブレードは、一枚一枚丁寧に塗りたいです。ここは覗けば見える部分だからな。見えない部分も手抜きしてませんけどね。そして、コックピットの内側をミスターカラーの332番で塗装します。機体の部品側も同じ色で塗装だな。はい、プラの色と驚くほど一致しています。塗った前後で見分けがつかないもんな。仕上げに機器類を艶消し黒で塗れば完了です。造形がしっかりしているから、苦もなく塗れるな。シートは、ダークグレー、ライトグレー、バフ、3色での塗り分けです。ヘッドレストのバフは、マスキングして塗装するのがおすすめだな。曲線を出したいですからね。パイロットの塗装です。塗り分け地獄だな。ルーペを使って視力を補い、慎重に塗り分けます。小さい領域の塗装だから、ムラの心配というより、精密さの勝負だな。その中でも厄介なのは、ライフジャケットのロイヤルブルーだな。なかなか発色してくれないので、何度も重ね塗る必要がありました。そういう意味では、ヘルメットとグローブも、ホワイトだから厄介者だったな。命を守ったりする大切な道具なんですけど、最後にはみ出した部分など修正して完成です。修正しようとして、さらにはみ出すなんてことがないようにな。無限ループは避けたいですね。部品点数こそ多くないものの、まあまあ時間がかかりました。機体内部のホワイトなんかもあったしな。はい、後から気がついたというのも大きいです。さあ組み付けようと思ったところで気づいてしまったからな。それでは、機体の部品を接着してしまいましょう。それほどでかいキットじゃないから、苦労せずに合わせられるな。このエンジンカバーが問題です。カバーを合わせてみたものの、高さも合わないし隙間も大きかったので、接着してしまうことにしました。説明書では、接着しないことになってたんだよな。残念ながら致し方なしです。主翼の取り付けです。こっちは見事にはまるな。取り付け角度なども迷うことなくいけます。素晴らしいです。そして、こちらは、一旦隙間を全部埋めてしまい、ラインチゼルや、彫刻刀にて筋彫りし直してやります。失敗して変な傷をつけないようにな。最悪傷つけても修正は効きますけどね。そして、凸モールドの修復をかけましょう。マスキングテープを貼り付けて、サーフェイサーを盛るやり方だな。はい、その通りです。次は、機体全体の塗装かな。いえ、エアインテークを接着する前に、塗れなくなってしまう部分を先取りして塗装します。しかも2色で塗り分けか。はい、地味に時間がかかる部分です。思ったより時間はかかりましたけど、その分、仕上がりも満足のゆくものになりました。色の境界が際立ってるな。さらにエアインテークの内側も、2色刷りにして、境界が合ってるか確かめます。なんとなく良さそうかな。そうですね、良さそうな気がします。これで、全体塗装の準備が完了しました。まずは、機体の仮面の塗装から始めていきます。
仮面を塗り切ってから、マスキングして上面を塗装だな。使用している色は、ミスターカラーの316番。ほぼホワイトって言っても良い色だね。機種を塗った時もそうでしたが苦戦が予想されます。何回塗りで完了するか楽しみだな。楽しみ、なんですかね。難しいところだな。1回目の塗装の結果です。まあ、こんなもんだろうという結果だな。塗り重ねてみないとわからないところがありますからね。とにかく進めるしかないな。2回目の塗装を進めます。なるべく塗面が均等になるように塗りたいところだが、若干塗料が厚くなってる部分が見られるな。ちょっと気になりますね。今回の316番は、ファントムを作った時の塗料を、継ぎ足して流用しているんですが、それも影響しているのかもしれません。所詮2回目の結果に過ぎないから、良し悪しがまだわからないな。確かにわからないですね。もう少し塗り進めてみましょう。少し飛んで5回目の塗装になります。ちょっと厚ぼったくなってる感じがしてきたな。確かに、おっしゃりたいことはよくわかります。塗料が濃すぎるんじゃないか。機種の塗装はうまくいっていたんですけどね。面積の違いとかあるからな。構造物が少なくて、塗装面積が広いところが、やはり気になります。どこかで手を打っていくべきかもしれないな。9回目の塗装に突入したところです。9回目か。厚ぼったい感じではありますが、落ち着いてはきました。普通はフィニッシュしてる頃なんだけどな。9回目の塗装結果ですが、とても悪いという状態ではないですが、ちょっと修正した方が良い気がしてきました。ガタついているところをヤスリをかけて鳴らす方向だな。少し鳴らしては、重ねるを繰り返し、12回目の塗装です。塗料の濃度もさらに薄めて、いつもより若干薄いくらいにしてみたな。その12回目の結果です。まあ、だいぶ持ち直してきた感じがしてきたな。はい、316番が改めて心に深く刻まれそうです。これで最後です。というかさすがに最後にしたいな。実に15回目の塗装です。失敗は、ゼロにはできませんが、今回は、また良い経験になりました。塗料を流用するときは、きちんと濃度を確認しないといけないな。嫌な予感はしてたんですけどね。とにもかくにも、なんとか仮面は出来上がりましたから、機体上面の作業に移行したいと思います。上面を塗り分ける前にマスキングを施しました。翼のところは念入りだな。はい、苦労して塗った316番が、大変なことになるのを未然防止します。さて、上面の塗装を始めていきたいと思います。マスキングしてあるから、仮面の316番との境界に、神経を尖らせる必要はなさそうだね。テープとの段差部分にバリができないように、テープに並行して筆を動かすか、テープから離れる方向に筆を動かすか、どちらかにするべきですね。決して、テープ方向には筆を動かしちゃいけないな。ところで、機体の上面を塗装すると言いましたが、あれは嘘でした。持ち手の関係上、まずは、側面の塗装を完了させます。まあ、どうでもよいが、いろいろと時間はかかるな。とはいえ、このミスターカラー333番は、316番と打って変わって、信じられないほど塗りやすい色なんで、心配は無用です、おそらく。この通り、2回目の塗り重ねで、このクオリティです。3回目で終わりそうな勢いだな。もう他の作品とかも全部この色で塗りたいくらいです。それじゃあ作品が成り立たないけどな。それはさておき、やはり部分的に色が乗らない部分もあるんで、それなりに塗り重ねを行っていきます。これは、4回目だな。特に翼の付け根部分は、エンジン関連の構造物と干渉するので、大変に塗りにくいです。筆を変えた方がうまくいくかもな。この通り、5回目の塗装で、問題ない仕上がりを実現できました。あとは仕上げだな。仕上げは大きめの面相筆で、どうしてもうまく色が乗らなかったところを、ピンポイントで押さえていきたいと思います。これなら無理なくタッチできるからな。そして、最後を飾るのが正真正銘上面の塗装です。もちろん、333番での塗装だな。もはやこの塗装に今までのような困難はありません。いや、ないはずです。そう信じたいところだな。あるとすれば、
翼と胴体を含めた、この広い平面くらいです。ただ、これくらいは、他の機体でもよくある話だからな。はい、その通りです。これは、1回目の結果ですが、課題が少ないと言っても、気を抜かずに進めていきましょう。2回目の塗装です。基本は、前の塗面を溶かして荒らしてしまわないように、ソフトなタッチを心がけることです。今までの基本と何ら変わりはないな。2回目の結果は、こんな感じです。333番といえども2回目はこんなもんなんだな。広い面を塗ったら艶消し黒だったとしても、こんなもんなんじゃないでしょうか。3回目の塗装ですが、翼状の構造物の部分も、きちんと着色するように抑えていきます。最終的に面相筆とかで抑えることもできるけどな。3回目の結果です。かなり様変わりした感じがするな。一気に進んだ感じがしますね。ただ、まだちょっとした揺らぎが見えるのも確かです。そういった揺らぎ部分を消すために、なるべく均一になるように筆を進めます。塗料がつきすぎず、薄くなりすぎないことを、意識しないといけないな。4回目の結果です。正直、何がどう変わったかよくわからないくらいだ。でも、確実に進歩してきてます。もう少し塗り重ねを測りましょう。エンジン上面のスリットになってるところとかは、塗り切れていないけど大丈夫か。はい、そこは、どうしても平筆では届かないので、後で面相筆で処置するつもりです。5回目の結果です。着実に塗面のムラが消えていっています。そう言われればそうかもしれないな。おそらく、次がラストになるんじゃないかと思います。最後の最後で失敗して、台無しにならないようにだけ注意だな。例えば、乾ききっていないところに手で触れたり、筆でタッチしてしまったりして、塗面を破壊することですね。それは最悪の悲劇だからな。6回目の結果です。若干光の加減でブラシコンが見えますが、これ以上塗り重ねるのは、逆効果なので、これで完了とするのが良いと思います。じゃあ、次はデカールか。まだです。主翼下面の前縁を塗る必要があります。まあ、面積的にちょっとした塗装だな。塗装作業自体はそうですね。染み出してしまったら負けの世界なので、ある意味マスキングの時点で勝負がついていますね。機種の部分は、セミグロスブラックですが、容量は同じです。円錐状のところだからテープがきちんとくっついているか心配だ。そこは、テープをパンチコンパスで切り抜いて、フィットするようにしています。あとは、筋彫り部分やスリットを面相筆で押さえます。さっきちょっと言ってたやつだな。マスキングの隙間から侵入したはみ出しを修正し、その他、ちょっとした塗装をこなせば、塗装工程完了です。次は、デカールだな。今回のデカールに劣化の類は起きていないと思いますが、念のため半ツヤのクリアでコーティングします。無駄なテカリ防止のためでもあるね。それでは、国籍マークから取り掛かりましょう。シンプルなただの円形だから楽といえば楽だな。水に浮かべても異変は起こりません。サプライズがなくてよかったな。貼り付けてみてわかったんですが、このデカールは、かなりノリがしっかりしています。それはいいことなんじゃないか。しっかり貼り付くのは良いことですが、反面、貼り付け場所を定めづらいです。まだ全く、くっついていないなぁと油断していると、突然固定されたりするので、油断がなりません。気まぐれだな。大きくて複雑な形をしたものは、要注意です。あえて切り離して貼り付けた方が賢明かもしれません。同じようなこと、毎回言ってないか。今回は特にです。ただし、その反面、きちんと貼り付けると、凹凸にきちんとフィットして、綺麗に仕上がる良いデカールですね。機種のあたりの貼り付けはうまくいった気がします。ここはなるべく綺麗に仕上げたい場所だしな。デカール貼りが完了したら墨入れです。まず、オーモールドについてはタミヤ墨入れ塗料を使います。機体下面の墨入れについては、黒ではなくグレーを使います。コントラストが多少和らぐからな。続けて、凸モールドに沿ってミスターウェザリングカラーを乗せていきます。機体下面の方も同じですが、その量については加減した方が良いかもしれません。汚しすぎ注意だな。最後に綿棒で余分な塗料を落とせば、機
体本体の全工程が完了します。くれぐれもデカールなんかを破損しないようにな。残ったその他の部品は、こんな感じです。水平尾翼やドロップタンク、ギア関係だな。ジェット機は、こういう部品が多めになる傾向だな。ほとんどが機体下部への部品なので、316番を塗装していきます。しかも細長いから、比較的塗りやすい形と言えるな。機体本体の塗装ほど、苦戦することはなさそうですね。おそらく最も手強いのは、この水平尾翼になると思います。こいつは、確かに大きいな。316番を塗り終えたら、上面を333番で塗装ですね。もう一方の大きな部品がドロップタンクです。こいつも下側は、316番の塗装だな。筒型なので比較的塗りやすい部類です。316番を塗り終えたら尾翼と同じく、333番を塗装です。さすがにマスキングしてるな。きちんと曲線を出したいので、マスキング必須ですね。そして、さらにデカールを貼ります。ここまで来ると、このデカールの特性にも慣れたから、もはや問題になりはしないね。ギアに関しては、メインは、特に問題ないです。至ってシンプル、普通だな。しかし、補助脚の方は、支柱を332番、カバー下面を316番、カバー上面を333番、カバー先端を黄色で塗り、最後にタイヤの塗り分けが必要です。随分と色を使ったが、普通は分かれているパーツが一体になってる感じだな。ある意味、組み立ての手間が省けたとも言えますね。塗装の結果は、こんな感じです。尾翼の333番は、機体本体より綺麗に塗れた感があるな。そうかもしれません。最近ストロークが長すぎると、コメントでもご指摘いただいたので、見直してみるのが良いかもしれません。次は組み立て工程だな。まずは、尾翼ですが、これは、機体に接着するのではなく、尾翼同士のみを接着する形式です。機体に差し込むときに、接着剤が変なところにつかないように注意だな。場合によってはマスキングしても良いかもしれないです。ギアの取り付けは、かなり楽です。スリットに差し込むだけだからな、親切設計だ。後輪は、穴に差し込むタイプですが、かなりしっかりしてるので、これも楽です。一方で、ガンパックは、接着位置に気を使う必要がありそうです。なるべく隙間が出ないようにな。そして、ギアカバーの類ですが、これもかなり親切設計です。迷いなくくっつけられるな。そして、パイロンを差し込みました。これが、疑問だったな。デカールを一部切り取って差し込むのが、実に骨が折れました。最終的にミサイルと、補助脚を取り付ければ、組み立て工程も完了です。最後に、いやこれが本当に最後ですが、キャノピーを用意してあげましょう。バフで縁を塗装してあげた後、さらにマスキングを施して、333番でさらに重ねて塗装していきます。ファントムでやった感じだな。満足のいく仕上がりです。やはりマスキングはシンプルな形にするのがベターだな。そして、機体に取り付ければ、ハリアーの作成が完了です。48分の1スケール、C ハリアーの完成です。制作時間が取れなかったのもあるけれど、正直、手のかかる部分が結構あった気がするな。はい、自分で言うのもなんですが、結構苦労させられました。何回か、完成までこぎつけられるか不安を感じましたが、完成してみると感無量です。動画の中でも触れましたが、316番の塗装や、デカールとパイロンの関係には苦戦いたしました。もうちょっと頭を巡らせて先読みしたかったな。また、動画の中では触れられませんでしたが、ノズルが連携して回転するギミックは、結局うまく実現することができませんでした。差し込むにも一苦労、接着は、できなかったもんな。大半のデカールは綺麗に貼り付けられましたが、機体上面のこの赤いフレームは、もう少し頑張らないといけないですね。あらかじめ区切って余白をもっと攻めた方が良かったな。一方で機種周りの完成度には満足です。きっちり色分けできて、デカールもスマートに貼れたもんな。
今回は、2ヶ月の間が空いてしまいましたが、本業と動画作成、なるべく両立しながらペースを守って、活動を進めてまいりたいと思います。次回は、航空機以外を選択したいと、密かに思っておりますので、また、ご視聴いただければと思います。今回は、長い時間のご視聴、ありがとうございました。